はい、始まりましたハローミキティチャンネルです。今日はですね、我が家のお豆ちゃんも4月になり、でもう1歳過ぎてるので保育園に通い始めております。もうね、全然泣かないの。衝撃。初日慣らし保育で1時間、まあ、大体慣らし保育の、まあ、園によって進め方違うと思うんですけど、うちはこう1時間1時間2時間2時間みたいな、でちょっとずつ増やしていきましょうみたいな感じだったんですけど、まあ、あとはそのお子さんの様子見て、まあ、こう変えていきましょうみたいな感じだったんですね。初日は1時間行ってどうでしたって言ったら、もう全然泣かないし、お迎え行ってもなんか普通に歩き回ってですね、泣かないじゃんと思って、でも、あ、違う、これは1日目1時間だし、あの置いてかれたことに気づいてないんだと思ってで2日目に全然平気そうだから、じゃあちょっとお昼ご飯が食べれるかどうかって大事じゃないと思って、お昼ご飯食べるまでいいですかって言ったら、大丈夫ですって言ってて、お昼ご飯まで食べてお昼寝の前にお迎えに行くっていう状況だったんですけど、もうしっかりしっかりあの唐揚げも食べてスープもしっかり自分でこう飲んで、お肉好きなんですねとかって言われて行ってきましたよ。もう全然まだ気づいてないのかなと思いながら、逆にね、帰りに ありがとうございましたって帰って、まあ、車で来たね、車でね乗せる時に、あ、もう帰るのみたいな感じで逆に泣かれるみたいな、まだちょっと分かんない、読めないで次ね、ちょっとお昼寝明けのおやつまでちょっと行こうかなと思ってるんですけど、でまあそんな感じで保育園生活が始まったんですけど、まあ、保育園って本当に着るものとかが必要なんですよ。やっぱりこう漏らしちゃったとか汚しちゃったとか濡れちゃったとかいっぱいあるので、着替えをいっぱい必要で、私も今回結構買い足したんですけど、まあ、こんなもの着せてますよっていうので、じゃんじゃん、もうね、なんか基本的には、まあ、こういうもうスパッツ的なパンツ、これかわいいね、これなんかね、どっか確か韓国のサイトかなんかで買ったんじゃなかったかな、こういうパンツでしょ。でもこういう素材ばっかりなんだったら、ほらこれもほら動きやすい、もう動きやすいがメイン。あら、かわいい、スカートついちゃってる基本的に多分どこの保育園もだとは思うんだけど、スカートは基本的にダメなんですよ。なんでだろうね、歩きづらいからかな、わかんないけど、スカートはダメなんだけど、まあこういうスパッツでね、もうくっついてるものであれば、もうだからスパッツで生きてる基本的にこういう感じのスパッツだから、これがね、あ、これはユニクロ、これあのベージュも持ってるしネイビーも持ってる、でこれはザラしょ、これネクスト、あ、すごいいろんなのあるじゃんでも同じようなのどこもでこれはすごいよ、全部揃ってんじゃない、 H&M あ、しかもこれ2枚買ってるね、 H&M だから、これだとほら何でもこれでもいけるし、これでもいけるし、あね、保育園はコーディネート考えてくれないからだから何でも合う服、ほらどれでも合う色合いでもう持っていく、そんなさ、これとこれでセットでお願いしますとかできないじゃない、だからもう色合いは揃える、それが一番楽かなと思います。でこういうのがね、大体保育園に置いとくので、まあ3セットぐらいは必要なんですよ。でこれと別に肌着ですよ。で肌着はね、私今ロンパースタイプ、ここパチパチって留めるやつを着せてるんですけど、なんか保育園はそのパチパチがそのうちないように自分で着たり脱いだりできるようなものっていうのを言ってましたね。でもさ、うち今80とか、まあ、85ぐらいのサイズを着てるんですけど、まあ、長袖だとやっぱり長くなっちゃうから80で、半袖だと袖がね長くないから、まあ、85とか来年も着れるしとか85を買ったりするんですけど、なかなかさ、そのサイズのここのパチパチがないやつって売ってないんですよね。
だからちょっと今度ユニクロ行ってみようかなと思ってるんですけど、でおむつもまあそれは縁によるかな、昔行ってた縁は本当一袋で持ってきていいっていうところもあったし、で今回のおまめちゃんのところはまあ大体5枚ぐらいはここにあのすぐ使うところに入れて、ストックをまあここに10枚とか持ってきてくださいみたいな感じなんですよね。であと あれは今度今日まだ届いてないから写真で入れときます。あのおしぼりっていうのがあって、だいたいまあ何でも多分いいんだと思うけど、ガーゼみたいなの持ってきてる人もいるし、うちはループタオルを毎回使ってます。おもめちゃん用にも今回買ってまだ届いてないので、それは写真で撮っときますね。だタオルも大量に必要でしょ、で服もそこそこ大量に必要でしょ、であと必要なものといえばこれね、お食事エプロン。これはシリコンタイプなのでまあ洗えばねいいんですけど、だこれが布っぽいところ人もいて、それだと汚れた時用に一応そのおやつとお昼とおやつ用に3枚持ってきてくださいみたいな感じなんで、まあ、シリコンタイプか、あとは洗ってもすぐ乾くやつでもね、縁によってね長袖がいいですっていうところもあるし、それはちょっと聞いた方がいいかもね。そうでもこのシリコン、うちの今回の縁はシリコンタイプでいいって言われたので、可愛いよね今こんなのあるんだよ。でもマミちゃん最近エプロンをしてくれなくて、すごいすぐむしり取るから、これをおとなしくしてくれるのかっていうのが私はちょっと心配です。で全てに名前をつけなきゃいけないです。これがね一大事なんですよ。もう大変、あのもう靴下にもつけなきゃいけない、もう縁によってはおむつにも全部名前をつけなきゃいけない、上の服下の服シャツこれおしぼり全部つけるの、もう疲れちゃうもう疲れちゃう、もうなくなってもいいよって思うんだけど、一応つけてくださいって言われるからつけるんですけど、おまみちゃんはね今ねあの間に合わなくて頼んでるところなんだけど、これはお兄ちゃんトラちゃんとツータンの分で、これねすっごい可愛いんですよ、すっごい可愛いの、これこうやってね入ってくるので、これ見て見て、これ見えないね、ほら全部こういう飾りがついてるんですよ。クマでしょ、これはついてないのかな、ついてないね、柄とか、これほらこんなちっちゃいのまで、これねこんなにいらねえだろって思うんだけど、小学校に行っても算数セットとかおはじきとか、おはじき一つずつ名前書いてくださいみたいな、おはじきっつってもさあれよ花柄のおはじきだから、これ先生どこに名前書くんですかみたいな、もう全然書けないみたいなのとかもこのハンコでね大体いけるんですよ。これ可愛くない、これが女子でしょ。ライオンとかこう立体的なのがついてるんですよ。ほら頼むならここまであった方がいいかなと思います。だって、うち上2人とも保育園から幼稚園に行ってるんですけど、そこでも全部やっぱり名前つけてくださいっていうのがあって、例えば、ね、粘土のケースとか、あとはクレヨンとかサインペンとか一本一本に名前つけなきゃいけないわけですよ。でキャップとここのペンのところにつけてくださいとかっていうのがあるので、もうせっかく1回で作るならもうこのサイズまで作った方がいいかなと思います。であとこれも写真を入れときますけど、こう服のさなんていうの、例えば兄弟がいて、例えばつーこさんからおまめちゃんって名前が変わるわけじゃん。だからまあ庄司だけ押せばいいっていうパターンもあるけど、やっぱフルネームで押したいかったりとかさの時は、あの洗濯もできる貼るシールがあるんですよ。貼れるシールがあって、でアイロンもいらなくて、もうただペッて貼るだけでよくて、で耐水なの。だそういうのとかは次の子にも回せたり、まあ、例えば、まあ、知り合いの子にお下がりをあげるでも、あげてももちろん大丈夫、剥がしてもらったりとか、まあ、剥がしてあげろよって感じだけど剥がせるから便利だし、そうそう、だからトラちゃんなんかは学校のキャンプとかでもやっぱ服にね名前書いてくださいって言われるので、でも一枚一枚書くのも大変だし、ハンコを押すパターンもあれば、もうほらずっと名前ついてるのも恥ずかしいお年頃じゃないだからシールのやつでこう貼ったりとかしたりしてますね。
そうそう、だから結構いろんなものがあるので、ぜひハンコやシールは保育園幼稚園行く方はぜひ揃えていただきたいなと思います。はい、保育園グッズ準備した方がいいよというものを紹介させていただきました。この動画がためになったなと思う方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハロミキティチャンネルでした。